あけまして、おめでとうございます。おめでとうございます。あけます。オリジンチャンプル金曜日、本日始まりました。<laughs> 本日のお相手はすっとことっこいそばショーとすっとことっこいプッキっと。劇団大勢小屋水木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。と、はいうことで、あけまして、一発目のオリジンチャンプル金曜日の生放送でございますよ。ええ、次はそうそうでも、行っておりますのでね。 よろしくお願いしますよ、うん、いや皆さん去年ぶりですね本当にね,そうですね去年の10 12月半ばぐらいですかね まあまあそうね仲間だねまあというのも僕らすっとこどっこいがちょっとラストの、うん、放送の時にお仕事でちょっといなかったのではいはいシターで先輩のともきさんにお願いし,ましさんがたんだねええええええ先輩のピンチヒッター先輩のともきさんにお願いしましたからね。ありがとうございます、えー、あツイキャスの方でもコメントいただいております、はい、大阪のおばちゃんさんもこんばんはときてますねあ <laughs> こんばんはこんにちは 群馬のアニゾウさんからもプキプキプキそばそばそばショー水水水水あけましたおめでとうございましたいやいやいや光沢くんみたい自分のとこかむってあるいやいいじゃないですかなんでなんぼですよラジオなんてねもう本当と光沢くんね本当いい人だったんですけどねねもう本当にもう ご冥福をお祈り。しま真剣だから。本当にこの素直な手にいるっちゅうね。後ろにいるっちゅうね。今日スタジオに遊びに来ていただいて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。いやあ、開けましたけれども、もういろいろね、ちょっとお話ししたいことあるんじゃないでしょうかね、お二人ね。はいはいはいありますよ。あの水さんが何あのまあ結構話したと思うんですけど、日付変更戦で。ああ、そうなんです。日付変更戦。何よ、日付変更戦何よ日付変更戦 7でアンコール上位のね上位10作品に残りまして、もういいじゃないかその話もやっといて去年の話をまたする引っ張るわいや二人には話してなかったからはいあの見事1位を取らせていただきましておーありがとうございましたいは1位いやいいっすね。 日付変更戦、これ何作品中なんですか？何作品中？全体で全体で50作品です。50作品のうちの1位1位の作品をいただました。いやこれはすごいです。やっと1位。はいもうやっとキャンさんの作品でね。ああその放送作家のキャンさんという方がいるんですけどねキャンさんの。 作品で一位取った。はい、まあそれはキャンさんの力でもありますからね。まあ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 でも。<laughs> <laughs> キャンさんの力だけと言っても過言ではないですよね。まあでもミーさんの力もあるかもしれませんね。うん、ええやもうみんなみんなみんなよみんな。<laughs> 役者ねお客さんそうですね。そうそうそう。演出の。 キャンさんすべて皆さんありがとうございました。でもなんやかんや言ってキャンさんの力があるかもしれませんね。いやキャンさんの力は。でも水さんの力もあるかもしれません。なんでなんでどこに落ち着こうとしてるの。どこに着地したいの。いやあおめでとうございますね。いくらもらったんですか。一いくらもらったんですか。えなんか賞金もらえるじゃないですか。まあまあいくらもらったんですか。え言っていいのが一万円です。開けました。 おめでとうございます算的に1いはすあああ一ああああああ違う違うああ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 えああ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 えああ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 あ あ、なるで割ったんだじゃんねねはい。あ、千一人二千で、一人二千。しっ端からお金の話か。いやいやい二千で分けた。いお年玉になりましたわな。そうですね。本当に良かったですね。ええ、旧富士康氏の俺さんから水、お風呂入ってこうねと。はい、いらっしゃい。ええ、こたこたこうたくんから新年早々やらしいな、すっとこどっこいと。やらしいわけではないですからね。あのまあ賞金の 方をどうやって打ち明けしたのかっていうのはやっぱ気になる方もいるわけじゃないです来年のモチベーションになるしね。俺も出るから。そうそうどんなモチベーションで出ようかなと思って。一れば。あ、なるほどね。じゃ一人で出る作品もあるってことは、じゃあ一枚そのまま儲けれる時もあるもうある。なるほど。わかりました。いや、なんかなんかあの作演出もあるから。あるから。絶対分けないです。ああ、そっか。そういうことね。 ああ、だから作演出も自分がやればいいってことですよね。まあ、もう、この、自分で作って、自分で出れば、はい、オッケーで。一万円取るには、うん、うん、かなりの練習量必要だけどな。うん。過去に一人ぐらいしか思い浮かばないけどね。どれですか。あの永田健作さんが。ああ、やったんだ。そっか、一作品だけ。自分の。演出、自分の作品で。うん、うん。ありましたね。 ん素晴らしいですよまあそんなね一、はい、位取った水さんですけどもはいはいも、は、う、いえーまあ、2018年あのカウントダウン何されたんですか <laughs> カウントダウンはですねあの <laughs> 私デジ笑ってるやですかな <laughs> <laughs> 何されたんですてアプリであのー、ですねあのー、イラストロジックって で、はい、あのパズルがあるんですけれども、そちらをやっていたら気づいたら、ええー、二千十八年迎えています。<laughs> いや悲しいまあまあ、そうだな。<laughs> <や>悲よテレビもテレビもラジオもつけてなくて、もう布団の中で寝そべりながら、うん、うん、あのイラストロジックをしていたら。なだばそれさっきから。うん そしたらあのーうん、ドーンドーンっていうこの花火の音がして <laughs> <laughs> ドーン<は>ドーンもうちょい綺麗な言い方あったけどな。 いやいやもうそうしたらねはいえ泣いてるんですか今泣いてるんすかいやいや涙が悲しい2018年幕開けでした残念でしたね本当にかわいそういや別に何の主張もなかったですいや本当に何のフォローもできんやつだみかんもおいしかったしみかんもおいしかったあ何のフォローもできんみかんおいしかったとか何のフォローもできんみかんおいしかったっていう話は僕たちはねあの まあもう仕事始めがもうね年明けてすぐ歌ったので、うん、ありがたいですよはい初めてなんですよ僕らすっとにどっこいになって、ね、なんかカウントダウンのお仕事 MC がノブレキさんやってたそうなんですよ、ねうん、そうそうそう,う RBC さんの方ですけど、あのー、他局なんですけどラジオでこのネタを披露するっていうお仕事を頂い,いてうん、うん、そのタイミングで、うん、年越す前の時間に入って、うん、で 1>, あのーまあ、1時半ごろにちょっと僕ら出演なんですけど僕は11時半にマネージャー検索さんと一緒に入ったんですよ現場にね五穀神社でやったんですよ、はいはい,はい。で五穀神社でやってて、えーまあ、僕はあんまり詳しいことは。 聞いてなかったんですけどプーキーがちょっと仕事で、うん、違う仕事であの入り時間がちょっとだけ1時間ぐらい遅れるとまあでも放送前には間に合いますからって,ってえ、まあ、それはあのー、マネージャーと一緒に話してって決めたらしいんですよはいはいはいあそうなんですねって検索さんからも聞いて、うん、でまあ入り時間入ってまあプーキーがその後12時半年越した後もの入り時間なんですであ12時半かまあそれまで結構時間あるからちょっと えー、まあね五穀神社の周りとかうろうろしてこうかなと思って、うん、でトイレ行きたいなと思ってトイレパーって行ったんですはい、はい、そしたらトイレの横目の前にあのー、この神社の横でこのおみくじとかうん、うん、お守りとか売ってるじゃないですか <laughs> はい、はい、おみこさんたちが、ね、らずらーって並んでるんですようん、うん、受付みたいなところでうん、うん、ずらーって並んでる一番端に丸坊主の眼鏡かけたプーキーがはっぴつけてツンって立ってるんですよ。<laughs> <laughs> ええってなって、ここでバイトしてんのってなって。あ、ごめんバイトって言わんで。ごめんお手伝いって言って。神社的に良くないからさ。アルバイトしたっていうのは良くない。バイトで。お手伝いお手伝いしてたのそこ重要だもん。アルバイトじゃないアルバイト。あれアルバイト。うんお手伝いお手伝い。じっと千二百円はもらえるって言ってて報酬もいただいてないから俺。いただいて。いなくて三日も続けんだろそんもずっと横にねいてね。 あ <laughs> あれ <laughs> ってなって <laughs>「お前こっちなの?」っ言って「そうだよ」って言って、うん、えじゃあ今日ここ終わって途中で抜けてすぐ目の前なんですよすぐ目の前のステージでネタやってはい、はい。 そのの後どうするのネタやって終わったらすぐこっちに戻るみたいなえ朝その後朝9時まで働くっていう、はああやば、うん、えー、じゃあもうなんかお客さんからしたらあれあっちでハッピー来てた人がステージに上がってるなってならんとかね,ねあちょっとなってたっ面白い感じでそうそう参拝客がこう並んでる前でやるからネタだからもうその後はちょっと言われましたよねあネタネタやってたやつだなただみたいな。 でも普通にゴリラコーポレーションに面白かったぜっつって、うん、ゴリラコーポレーションさんはこの控え室で俺がプーキーいましたよっつって教えて見に行ったんですよ、うん、でゴリラコーポレーション帰ってきたらゴリラさん二人ともいや絶対あいつのところで誰も買わんだろうって誰が買うかやこんなやつ立たして売れるわけないやしっつって,って <laughs> いやしーかめっちゃ売れたわけよ <laughs> あやっぱ,やっぱ 芸能人効果ってすごいねつくづくない思ったそんないやもう本当にすごかったもんな <laughs> なんか AKB の握手会みたいになってたもん本当 <laughs> に AKB の握手会でその前田敦子の前にめちゃくちゃ並んでるみたいな感じになったもんね、うん プそうそうそう、他のお手伝いさんたちは並んでなかったけど、逆にお守り買わないで握手だけ求める人とかいたから、やめちまえ、それはちょっと握手だけだったらちょっとマージンくれみたいな感じマージンくれってで、急に言い方マージンにしたばいとかね、とかねえじゃないっていうね、お仕事をいただいて今年はもう初め、いい年越しでした。マネーージャもねあの今日 若手芸人ちょっと入れたいっつってうん、うん、いっぱい入れてもらってね、うん、この正月明けとかのお仕事でいやいや、えー、もう俺たち若手じゃないっすけどね、うん、えっまあまあね自分なんかで俺,俺は言いたいけどねまだ若手ってもうもうもう若手じゃないっすよいやもう若手って言いたいわねだってそのちょっと鼻につく感じ <laughs> わかるわかるグッドモーニングとか入れた方がいいけどいやまあまあわかるけどもう行ったらノーブレさんのところに俺たち行きたかったけどねまあ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 言ったらね言ったらだけどマネジャー聞いてんのかな今な絶対意見絶対意見でこれ気になるんですけどお年玉ってまだもらってるってまさかやいやいやあげる立場こっちああいないかやっぱりえいくつまで最高もらえるんかなと思って俺今年もらったんすよ みんなからじゃなないよみん親戚見からじゃないよけどまああのいただいて一人からお年玉っつってへえ死に嬉しいわけよねこれまたいくらだったいくらだった2000円もらったえ2000円かじゃあ作品え0 0出てないからね日付の話じゃないからね2000円ないいな これすごいよねありがたいね急にもらってみ死に嬉しいぜ久しぶりにでもいるようなあげる人なんか大人になってもなんかおじさんとかでもらえってでも俺はあすいませんもう大人なんで大丈夫ですって言う俺は俺は言うから言うそうなんだ俺3ターンぐらい繰り返したわけそれいやいいいやいやいああどうぞどうぞどうぞ っていうやつ。やってね。あ、一応俺も今年、あ、去年かもらったのは。去年もらって、全部募金したな。嘘つくのや。全部募金したの、絶対タバコ買ってる。絶対。絶対買ってる。タバコ買える、こいつ買うな。群馬のアニゾンさんからもいただいております。キャンさんからお年玉もらったと来てます。あ、そうですよそうなのよ。そうそう。毎年ね、キャンさんから。うんうん。 あの芸人はもらうんですよああ毎年恒例なんだ千円ねけど僕ら去年もらってないおマジでもらってないわけ。えー、だから言いづらいから言わなかったな俺なんか去年はあだから繰り越しとかできるんかな<え>去年もらってないんでとかなんか二千 <laughs> 円くださいジャガーさんが今聞いてたら

おあの初なんですけどもらえてないんですけどって言えないさ言えないな、うん、だから俺なんか何回かちゃなやったよなあのこ2017年の1月何かでキャンさんと会うタイミングが一切なくて2月3月のあたりの,あのオリジンライブの,このキャンさんからダメ出しをもらうっていうネタでねみんなネタを見せてキャンさんからダメ出しもらう時に一応ね俺言ったんですよ あのお初です、ね。あけましておめでとうございますっていうふうに。はいはい。全然<お>やっぱ2月だから全然気づいてなくて、ジャブねジャブだからね今年だからちょっとこのチャンスはね、うん、逃したくないよね。でもあれ先着あるんかな。先着百名とか。なののでもありがありがたいがキャンさんの落とし玉この落とし玉袋にちゃんとその一人ずつ、うん。 あのなんて言うんですか今年もお前はこうだからこういうふうに頑張ってくださいっていう、うん、ああメッセージを添えてねそうメッセージを添えてもらえるんですよす俺も多分まだ家にあるなお昨年もらったやつメッセージ、うん、メッセージのやつ置いてるな、うん、お礼はありがたいね知ってたなまあ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 以上 <laughs> 俺はもうその,おおその1000円もその1000円もお笑いで売れた時に、うん、あキャンさんからこれ1000円もらいましたよねこの1000円でセンベロいきます っていうために俺は残してるな。ノーブレーキ k a y u m さんかや。ノーブレーキ k a y u m さんかや。え、何、何、え、どういうこといや、a y u さんもあるんです。a y u さんも、まあ、ツイキャスであツイッターでやってたんですけど、そのいただいたお年玉千円で後輩芸人にあのご飯をおごるっていう。いや、かぶった。いや、もうやってるから、a y u さん。ああ、マジかかぶってるな。あそっか。いや、知らなかったからじゃない。あまあまあまあ。いや、ねっていうのがあるから。だから月曜オリジナルワンに。 来るとき来ようかな、月曜に。わざわざもらいに。いや、がべついな。そうそうそう。いや、がべついでそれは。お疲れ様ですみたいな感じで。うわ奇遇ですね、みたいな感じ。それは違う。奇遇でも、なんでもないよ。あれは違うか。まあまあまあ。あ、え、群馬の有田さんからいただいております。あ、これ、すごい情報ですよ。え、キャンさんがですかね。え、千円札、百万円の束、用意してたよって。あ、じゃ、やっぱ、先着なんだじゃん。すごいな。

そそううでしょうねやばいやばい早く100名の中に入らんとどうにかしでオリジナかは月曜日にかしておりまかもなそうそういかんといけんいやでもまあまあ別にお金が欲しいわけじゃないけどね僕らはいやいやいや。そう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 えうそ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 ううそう キャンさんデイジー落としだま貰えみたいな話してました。いや,いや今のタイミング聞いたかもしれないから。<laughs> キャンさんはね本当にゼロ九八 T.V. 面白かったな。ちょ褒めてんの？違う角度から褒めてるし、キャンさんの手がけてるゼロ九八。違う角度から褒めてきたな。まあまあね,ねメッセージ欲しいなという気持ちがありますよ。それは。小セ、ね、さんってありますそういうの？ キャンさんからもらえませ、うんか。そういうのはないですね。逆にそういう演劇の部門で、あ、こういう人みたいないないですか。そう<ん>配ってくれるっていうか。いや、ないかな。あ,<ー>あ、ないだただおぜは、まあまあそういうのはないけど、毎月の誕生日とかはあるあな。あ、誕生日バウンだね。うん、ああプレゼントも用意して、毎回誕生日そのケーキね、一回。うんうん みんな稽古場行っておぜさんさんいってでこそこそと水さんと秋山さんがケーキの準備してさたぶんバレてるよバレてるよバレてるバレてるけどこそこそするわけよこそこそして必ず俺のとこ来てライター借りるライターライターライターもきさんかしょ俺のところ来てライターライターってまあねありますねあそういうのないんすねおぜさんの中ではお年玉あげる文化はね そうね。なんか新屋さんとかだ、要は頭のね、上新屋あのあらか新屋さんは、うん、配ったりしないですか？これは頭。うん、ヒープーさんの時はなかったんですか？ヒトシさんの時もなかったんじゃないかな。自分がこのヒさんが頭の時、あんまりちょっと被ってなくて自分が。へえ<ー>。へ<ー>自分が入ってっ結構すぐ頭が新屋さんに変わったんですけど、新屋、はい、<ー>さんはないですね。 あ、ないですね。ひたすらのも聞いたことはないかも。ああ、まあ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 。まあ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 。じゃ、まあ、じゃ、あの、水さんも、そこも発信して、誰か、ね、あ、うん、げたらいいんじゃないですかって。 代表していっいすそでやいやいやいや俺も普通に後輩たちにあげるつもりですから今年あそうなのはいはいえすごいねお金ないのにはいないないですけどじゃああげるためにこの三が日バイトしてたのああそうっすねなんでそんな変な嘘つくのホンそれですねなんだその変なもうグッドモーニングのギーマーには絶対あげようと思ってますあそうなんだガッチャンにあげたくないなんでギーマー大好きだからねガッちゃん大嫌いだなガッちゃんと

すごい奇跡のタイミングでね、お会いしたら、だから、いただける確率。もう、アニゾさん、ね、今も告知してますよ。もう告知、はいはい、プーキーが後輩にお年玉あげるってよっても、告知されてますから。冗談ですやん。<ー> <laughs> ええー、すぐ否定するやし。<laughs> もうちょっと。<laughs> もうちょっと。<laughs> <laughs>

はい、そんなこんなで始まっております。うん、よろしくお願いしますよ。よ、はい、メールもお待ちしておりますので、いいいはい、えー、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で o r i g i n f m n a h a j p となっております。それでは一旦 C M です。どうぞ。 さあオリジンチャンプル金曜日始まっておりますよろしくお願いしませんよろしくお願いしますさあそれでは本日なんと差し入れの方はありがとうございますありましてありがとうございますこちら群馬の兄蔵さんからいただきましたパンでございますありがとうございますいろんな種類があるんですよやっぱ犬いる年だしねえパン食べたいよ 年だからな、ね、しゃあないすそれはちょっとちょっと僕らこういう種類の紹介は初めてですよあちょっと待って、うん、この種類の多いやつは5種類あるんで好きなのを一つずつい頂いてくださいということでございますからあ明太フランス 明太フランスパンと明太フランスパンとととろくムッシュかなムッシュムラムラですねチーズハムチーズハム普通のハムチーズかなハムチーズサンドにしましたハムチーズサンドねこちらこれこれなんすこれが甘いやつですね甘いやつカシパンに砂糖を塗ったやつだえ違います餃子の皮されてる餃子の皮を見てくださいこなんすこれ これは甘いやつよ、これ。めっちゃ変わる。クリームを塗ったやつで、食パン。あ、なんかでもあのフレンチトーストっぽい、っぽいやつ。フレンチトーストっぽいパン。で、こちらがカレーパン。あ、そうめとチョコメロンパン。わあ、いい。いただきました。ありがとうございます。好きなやつをチ好きなやつ。じゃあ指差しますか。指差しますか。指差しで決めますか。こっちにしますか。指差しますか。 じゃ、いきますよ。はい。いきます。ゆずさんはもう決まってる、だからもう。うちはもう。あ、水田は嫌っン違う、違う、うちは違う。なんじゃ、そのリアクションは。いや、フランスが違う。フランス、カチカチっすよ。カチカチっすよ、本当に。うちが。硬いんだから。は、弱い。や、まあ。は、弱いから。ババアやし。ババアや。は、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 は。いきますよ。はい。はせーの。これ。あれ。 うわミずズさんと被ったよや。俺メロンパンいえっと自分とプーキーさんがハムチーズサンド。うんハムチーズサンドみたいなやつ。いや。じゃんけんしょじゃんけん。はい。最初はグ。じゃんけんぽい。アイコでしょ。アイコでしょ。アイコでしょ。いやグーカパーカグーカパーカはゆえよ前。プーキーさんが勝ちあいこでしょあいこでしょじゃないラジオで伝えれや。やった。えっとじゃあ自分は。 うんーとどうしようかなじゃあもうだからメロンあのフランスパンでいい,じゃ,ないですかじゃあフランスパンいただきます <laughs> フランスパンいくんかい僕はメロ僕はチョコメロンパンいただきましたいただきたいと思いますいありがとうございますうんおねうんあのうまい <laughs> うんあの中学時代 <laughs> はい メロンパン食ってこれ前も話したんですけど食中毒になって修学旅行行けなかったんですはっマジでメロンやばかったお前お前は何回も言ってるだろ俺より何回もこの話してでも言った気がするけど何を見てただからねそれ以来ちょっとまあメロンパン超食えるようになったんですけども最近もちょっと好きになってきてるんですよあそれは克服したんだ膨大してきてるんですよメロンパンブームが僕の中でねいいねこれはお前ですよ ます久しぶりに食中毒ねならない。いやいやいや、なったら面いですよ。なったら面白い。アニゾーさんからもらったメロンパンで食中毒当たりました。なったら面白いけどな。じゃあ俺もいただきますよ。ハムチーズさんとかな。うまいな。ご飯欲しいなご飯。パンだよ。パンだけど。ご飯欲しい。中にハム入ってるから。本当に。 ご飯1.5杯いけるな。微妙だな、また。二でいいやし、十点五杯。水田さん。はいはい。いただきます。明太フランスですね。いや、美味しい。香ばしいね。いただきます。そうってなんだろう。うん、乾くん。え何してんの、ちょっと。じゃ、かじらんと出し。じゃ、口。口出し入れするようなもんじゃないですよ、それフランスパンは。 なんでちゃんと、じゃ、ダメ待って待って、どこの穴に入れようとしてるんだ。ちょっと口に入れてちゃんと。口、違う、違う、入れないで、ちょっと。違う穴に入れないで、ちょっとよかったラジオで。あ、よかった、本当に、あ、僕は五回を招く。喋れないのをいいことに、いろんなこと言うな。どうすか、お味。うんとね。はえっとね。明太子にたどり着かない。 うんいやで明太子でまずいって絶対ないからな歯ごたえがすごいフランスパンプーキーにあげてみじゃそれえ関節キスできるのやったやったプーキーにあげてみようまおいしいいいっすね明太子上にもちょっとがっちりなんかご飯に合うような明太子いやプーキーと一緒にコメントして絶対で本当においしいえマジでうんうん焼きそばパンみたいな感じご飯に合うって 焼きそばパンまだから炭水化物、炭水化物ってことお前が言ったんだからなあもうだからちゃんとだし入れした、たまんとちゃんとラジオいいこと一応硬そうだな、このフランスパンいや、でもほんと美味しいっすねありがとうございますえなんか、あ、違う違う大城熊さんが今後ろでちょっといつでも叩けるようにスタンバイしてるんですけどたださっきのくだり聞いてなかったみたいだから 俺らも俺らとしてまたこのくらいやらんといけんかなと思ってますがアハハハねえありがとうございます、うん、はいありがとうございますン、ね、ありがとうございますそしてもう一ついただいておりまして差し入れを、うん、こちらホルモン小発さんから安納芋をいただきましたありがとうございますういこれはすごいんですよあの数が六、うん、<laughs> 個あるんですよねはい <laughs> 6個あって六個。この折り ちゃん金曜日に対しての今ある状態なのでうん一人二個かもしくは殴り合いで一人全部そうだったっていう感じですねいえちゃんとあるんだからね分けましょうよ分けますか指さしますじゃあどの芋がいいかねどの芋がいいかえあったかめっちゃあったかいですよえなんか思ってた芋と違うな丸いなあの芋でございます今あのビッグアンさんでもねあったかいあったかい

めっちゃ甘いみたいですね四十度ってめちゃくちゃ甘いですかわかんないで、あんのいもの中でもさらに数の少ない幻の品種もみじも入荷してビッグワンで販売しておりますぜひ食べてみてくださいねということで今回普通のあんのいもとえっとあのもみじもいただいてますそうなんだ種類違うんだじゃあもみじの方食べようかないやいや両方食えもみじの方がそうなんす

イモイモネズわからん分からん You know I know イモイモネズこれ川語と言っちゃっていいんですかねこれ川語といけるやつで以上いいねじゃあいただこう俺まだあの明けきれないんだけどじゃあいただきますえじゃあうちもみじ行こうかな銀紙がねあうまこれすごいなこれうんどこれ銀紙しかないんじゃないいや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 え 開けれないう,、うん、うまいこれ美味しいですかいや普通の芋じゃないマジでやっぱあそうなんだ違う甘いやっぱいいねこれすごいですねちょっと待ってもみじ開けづらいなもみじは開けづらい <laughs> いや頑張れやも俺も頑張ってんだからちょっともみじあじゃあそこはショウさんあの今食べとくんであの頑張って開けてもみじの方が甘いんだもみじ、うん、じゃああんまあん 芋自体食べたことないんだよな初めておみじすごいやすいねえ、うん、あんま芋食べることってないっすか、ね、ないいや美味しいうんあ、何これやばあったけえついてるの何ついてるのなんか蜜みたいのがついてますけどえ<あ>えー、芋から出てる出てるなんかシロップ的なやつを塗ってるとかじゃなくて えーすごいなあじゃもうただただ焼き上げただけなんだけどこんなに美味しいんだすごい蜜がついてるんですよこっちに水のはいはいはいそれに従ってやると蜜が出やすいあ、水さんの今説明した焼き方に従ってやると蜜が出やすくなるんですねうち説明したっけホルモンさんからレクチャーされてるんですかあ、待って待ってめっちゃ詳しいねだからね詳しいすげーうん美味しいじゃあ、やばい いいですか。あ、もみじがまんまるなんだね。これでも。あ、待って、デジャツイ、つつ熱、熱。熱、熱。熱いいな。熱い。熱、熱。すごいな。んな, <laughs> なんかめっちゃ黄色い見店。これすごいよ。いほら、ほら、見て。すごい。 ユイキャスでね、今見れました。ユーストリームで見れますた。すごい、蜜がすごいね。本当に。いないただきます。どうぞ。えっと、牛尾さんの方。もみじか。もみじ。もみじ。もみじいただきたいと思います。はい。いただきます。いや、食え、はい。食え。うん。あ。甘い。めっちゃ甘い。あ、すごいよな。 甘い、あんま、もみじいいんだ。皮がね、ちょうどいい。ああちょうどいい。うん、なんで皮がちょうどいいってどういうこと <laughs> フィードフィードの CM みたいな感じ。皮がちょうどいい。チャーダイみたいな感じで言え。じゃあもみ時間はあるのか分からんけど。食べ比べてみたらわかるんじゃない？ いやでもあのサスペンス上の山村もみじさんでしたっけはいはいはい本当にいい女優さんですよねいやもみじつながりだけどその行きだしなんだろう一生しまっとけ自分も食べていいいただきます普通のあの芋いただきます皮がちょっと香ばしいねうんあすごいうまいやマジでうまいっすねえおいくらなんだろうこれ一個 全然パサパサ感がないいやもうこれで一個お前百円とかだったらめっちゃ安いよこれいく,んう、ね、いくらなんだろう気になりますねあいいいい別に本当そんな気にしてないから調べんでいい, <laughs> いお前が気になってんみんな <laughs> <あ><だ>すいませんじゃ調べてもらっていいですかすっごい手が汁だ手が汁すっごいわこれ <laughs> 手が汁でやばいないやいや本当に芋から出た3つの、うん いなめてみそのまま芋の味するからそりゃそうだろすごい汁うん指まで食っちゃいそうなる本当に汁めっちゃ甘いまだこれでもこのコン触るからな俺今ああすいませんこれ指舐めたところ指舐めたところドライヤーで乾かしてからちょっと匂いかごうぜ罰ゲームでありがとうございますいやもうアニゾさんがスタッフみたいになっんありがとうございますウエットティッシュありがとうございますウェットティッシュ んは <laughs>？なんかや、新年早々や <laughs> ウェッティティッシュウェッティティッシュああウェットティッシュ、ありがたいですね、うん、<laughs> えこのパンと芋挟んだら美味しいんじゃね <laughs> 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 合体ないや、美味しいものと美味しいもの足したら、美味しくなるわけじゃないよ <laughs> 怒られるな、うん、食べ物で遊ぶや <laughs> いやー、いや美味しい、マジで <laughs> 美味しいで、芋こんな、めっちゃ久しぶりに食ったな。うん、なあ このタイミングがないですからねこういう美味しいんでぜひ皆さんもねメイクワンさんの方で売ってますのではいよろしくお願いしますありがとうございますアニゾさんもありがとうございますはい。キュウグしかしの俺さんから食ってばかりいないで差し入れもっと褒めらわってきてますねもう十分ですよ汁いっぱい出てるもういいレポートですよ嬉しいコメントですからね美味しかったですよ さあじゃあ、えー、いつものコーナー行きますか。はい。はいはいえー、あ大丈夫ですか、明子大丈夫です。中いっぱい今入ってないです。あ,あ大丈夫です。処理しました。<laughs> 行きますね。すというわけで、えーはい、今年初の。 こやみつきの女優の道、エロく説明して、あてうのコーナー。あ、あ<い>けましておめでとうございます。はいます、はい、えー。えー、このコーナーはですね、みーずーさんがいろんな演技の幅を広げるために。いろいろなことを挑戦していこうというコーナーとなっておりまして。しみーーさんしか知らないキーワード、三つまでヒントをい。 で、うんえー、聞いてる僕ら皆さんで何を言ってるのか当てようというコーナーとなっております。うん、ちなみにこの三つ言うヒントの言い方はエロく説明するという開、えーはい、けましておめでたいコーナーとなっておりますね、はい。新年にふさわしいですね。新年にふさわしいですね。適当なこと言っております。<laughs> い,いや嬉しいな。さあじゃあ今年もいきますか。はいよ。エロで始まりエロで終わりましょうよ。もう今年もね。終わりましょう。ね 終わりましょうじゃあ一つ目のヒントいきます。一つ目のヒント、こちらです。どうぞ。加えて。加えてばっか。はい。加えて。加えて、ごめんね、加えて。あ、加えて、加えて、なんかあったんかな。あ、ちょっと、あの、加えて。加えて、なんかあったんかなと思った。あ、違うね。うん。加えて。加えてね。 これは水津さんはよく、まあでも水津さん加えること多いですかあ、これは、うん、割と多い割と多いあ、割と多い、なるほどねなんでうんって最初言ったのかわかんないですけどでも、あの、加えて始まるようなもんすか、これは加えて始まるええ。あ、加えなくてもいいんすか、別にそれはいや、加えないと意味がないねね、そうだよね、まあこれからなんか進んでいく上で加えとかないと 加えたい人と加えたくない人っているう人もいるよね。いる水さんは加えたい方。やっぱお互い、やっぱそういう気持ちにならんと。そうそう、だったら私のもさせるし、みたいな感じね、だから、だからそうね。はいウィンウィンな気持ちにならないといけないからね。まあまあまあ。ああ、違うのかな。うん話がそれてるのかな。それてるかな。じゃあ、2つ目いきますか。二つ目のヒント、こちらです。どうぞ。吸って。 やっぱ吸うね吸ってこれ吸わしますねうんこれ水さんも吸う吸あやっぱ吸うんだででもバキュームできる人は本当高得点ですからね言ってるねいやいやだから吸うね吸ね早いいやだって吸うですいや吸うはバキューム早いもおかしいけど 吸ってね、加えて吸って。え今日こそじゃない？本当に新年早々。そう。今日こそじゃない？本当に。開ける開けたからね。あキャスで参加の皆さん本当今年当たりますよ。もう絶対当たる。さあじゃあ三つ目の行きますか。はいはい。三つ目のヒントこちらです。どうぞ。口に出して。あらららもうダメもう俺カフ下げようかな思ったもん。今日もあもう大城さんからパチパチきました。あもうこれ決まった。 今日はもういや本当にもう最終回にふさわしいねいや始まったばっかりなのにいや本当に最終回にふさわしいどうしようカフ作業かな危ないないや大丈夫ですよ大丈夫でツイキャスでトンコツ中さんからはいえチンポコさんかななんでちょっと丸くしたねなんかね雰囲気丸くしてきたラジオで言えるような言い方で九区しかしの俺さんも間違いないチンコチンコって来てますよアリゾンさんも絶対チンコって来てます い,やいまいやもう今日は絶対そうでしょいや違いますよえー、えー、これでそれじゃなかった時のディスク高いっすよ <laughs> どういうことどういうことそんなに期待してるメンバーがないって相当裏切れるんですょねこれでチンコじゃなかったら逆に倒うっ <laughs> なんで加え加え,えて吸って出すでしょチ今でも遅くないでしょ、えー、買い切れるでしょ今でも答えは いやいやいや,いや答えはちゃんとありますもう決まってんだそれで,ではないえっー,ーさんは加えるほうなんすよねうちは割とうん結構対応するえー、えー、加えて,て食べ物ですか食べ物ですか食べ物ではないはじゃないんだうん食べ物じゃない加えて吸って口に出すうん加えて吸って口に出すってどういうこと自分ののってことでしょううううううんうん、うん、そそそそそままそうそうそう 口に出すが多分合ってないようなもんでしょうねこれは。ってことですよね別に。え何マジで分からんんだろうええまあまあで冷ええ無機質ええ無機質あ、難しいなえ冷たいって何あったかいんすか白いっすか白い白ダックとした色してますええ

超難しくなってきたな。今チンコが邪魔してるからな。<laughs> ら <laughs> 頭の中で、こいつが横から出てくんのよ。<laughs> こいつが邪魔で今整理整頓できない頭の中。あ、お待ってください。おい、ツイキャス正解出てます。おおマジで？はいはい。えすげえ。すごいな。めっちゃむずいっすよ今日。 ちょっと宮田龍太郎さんに電話でつなげよう。宮田龍太郎さんに聞こう。テレフォンテレフォン聞こう。あ、いいね、テレフォン。テレフォンやりたいですね。聞いてても聞いてなくても。それか、あいこさん。みずさんのミュージシャの人にテレフォンするっていうのはどう？え、なんでこっちだっけ親にね、親にね、ちゃんとエロく言ってね。いえ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 い 娘さんんがこういういいクイズ出してきてきやなで、ね、自分からノリノリで出してきたみたいな <laughs> えーむずいないろいろな種類の色があってうんうん加えて吸って口に出すはははいはいはい <うん S 1> じゃあもう正解正解いきますか僕ももう大体これかなって思うんですけどまあ,まあまあ俺はもうチューペットだと思ってました <うん S 2> あ,あもう答え言っちゃう だと思ったね。アイスキャンディーね。そうそうそう。はいはいはい。チュチュね。沖縄ではチュチュって言いますけど。はい。じゃあしょうさん答えは飲み物。違う。あれ違うけど惜しいよ。惜しい惜しい。だからの飲み物でヒントが浅かったからな。違うけど惜しいんだ。うん答えじゃあ言いますね。答えちょっとすっごい。 エロく言ってほしいですね。エロく。うん、はい、答え。お願いします。はい答えは。ストロー。<laughs> ストロー。ロー <laughs> ちょっと、ごめん、今、いけんかった、いけんかったやつ。<laughs> ちょっとエロくはいけなかった、ごめんね。力が抜けちゃった。ストロー答えはストロー。ーでーすはい。

すっきりはしましたね。ね、はい。というわけで、ごやきへ、うんきえのー、女優への道をく説明して、あてよのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございましたま。それではここで一旦 C.M. に入りたいと思います。はい、メールまだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ますそれでは一旦 C.M. です。どうぞ。 さあ、オリジンチャンプル金曜日後半戦でございます。よろしくお願いします。ーす。よろしくお願いします。ここでツイキャスでですね。はい。タカラキミエさんから、同じお題を前にも出したよね。あれって来てますよ。あマジ俺もね、思ったわけよ。やってるな。これ同じお題は、タバコの時にやりましたね。えヒントの出し方。俺も。あそう俺も最初タバコだ。ヒントは一緒ってことヒントは一緒。たストローではなかったと思いますよ。 やったなでもタバコはあれでしょ白いのとかでしょちゃんといってたでしょでも全部一緒だから白いの出すとか口にくわえるとか全部一緒だったんでもう高野花さんちょっと謝ってもう高野花さんいつ出来上がったか教えて相撲協会に謝っても 高野花さんえどういうことどういうことどうないいのいい声いい声いい声声いいえ、大丈夫だよいいえ、大丈いや、俺が悪かったですさあ、え、メールの方も頂いておりますありがとうございますはい、お願いします新年、おめでとうございますはい、おめでとうございますおめでといいい勝デイビタンでおなじみの親愛なる隣人良犬ですぺちぺちぺちはい、良犬さんありがとうございますすっとことこい オーワングランプリ優勝おめでとうございましたいや負けたよやおめでとうございましたウィーズさん去年の最後の放送トモキさんとのやりとりが元彼とラジオやってる風神のしゃべりでしたそれと去年からフェイスブックで日付のメンバーにニックネームをつけているみたいですね新、はいはい、年一発目の放送を記念してプーキーそばしょう大城くまさんりょうけんさんこうたくんのニックネームをつけてください <laughs> 大作用や、えー、<laughs> デイジつけさせやしそれから残念なお知らせが 両県はサテライトスタジオからすぐ近くのレンタル自転車屋さんで仕事をしてますが来月から月曜日から土曜日まで担当なので毎週、ーズーさんが楽しみにしていたもみもみもできなくなりますが落ち込まないでくださいね。<laughs>

わきわき。そして料金はミズずさんによく似たセクシー女優さんを見つけたので、大丈夫です。いや、大丈夫です。メールはこれからも各紙放送もちゃんとラジオ聞くので、これからもよろしくお願いいたします。お願いします。了解です。お願いします。みずさんによく似たセクシー女優さん見つけたらしいですよ。え、画像添付されてるんですか。画像は添付されてるんですけど。ああ、僕もね、一回紹介されたんですよ。え、名前なんだよ。名前なんだよ。 だから写真で見せられたんで一応似てたんですよね。似てたんだ。ん俺も普通にこのグラビアの写真に、うん、この、うん、ミーズさんの顔を当ててアイコラでちょっとねいい楽しんでます。いや最悪やし。<笑>,笑ってのすっとこだけで、ね。だからさ。アイコラよくしてますよミーズさんの顔で。全然アンチの人がやるやつやし。 いっぱいはんなやめんなさい。パーソナリティの人そうよそうよ去年でやめとけばよかったあはもやったわよさあそしてブーキーそばしょ大城熊さん両県さん光沢にニックネームつけてくださいと来てますよパッてつけれますうんパッてつけれるもんじゃないはいこれあつけれないんでじゃあ楽しみにだうんそう一人一人代表してあ今今できないってことだじゃあ終わり 間際に言いますそうね終わり間際に1人ね1人誰か代表していいですよその間考える時間ありますからねあ、分かったえーそれでは続いてメールいただいておりますありがとうございますえ、すっとこどっこいの皆さん えー、育児休暇の平安さん、劇団大勢の大城くまさん、中ぐすくのみずさん、明けましておめでとうございますおめでとうございます急ぐしかしのポッドキャスター、急ぐしかしの俺、略して急がしかしの俺ですはい、急が言い忘れていましたが、うん、あが皆さん明けましておめでとうございますいや言ってた、言ってた、言ってた,ってたところでかなり意外かもしれませんが、急ぐしかしは一足お先に2018年になりましたいや、全土と 2D <laughs> さて下っぽい話はこのくらいにして今週は今年最初の放送事故ですね<ん>ということで今週はパーソナリティの今年の目標を考えてみましたガサガサ去年と同様面白い話をする翔くん<ー> 話をコンパクトにするもしくは話をしない <laughs> なんでよじゃん大丈 <laughs> できんやしやんミ,キミキサーに回るわミーズおっぱいを隠す、はい、<laughs> いや隠してるよ常に本当に前々から言ってますけ常に隠してるパーソナリティの皆さん今年の目標を達成できるよう頑張ってくださいね頑張れガナハコージュン はいありがとうございます,と,います <laughs> ところで去年ラストの放送は翔くんがずれ休みしていましたね、うん、わざわざ年間エピソード書いたのに完全に滑りました。うん、どうしてくれんだ <laughs> ショ君そんなどうしてくれるんでしょうが、誰がどうしてくれるんでしょうやや、うん、ずれ休みをしない方法を今回は特別に3つだけ教えたいと思います。うん、まず1つ目殴れー、はい さて、いやつ教えろいや、もうお前が突っ込んば今年もお父さんとしてはガサガサが漢字を読めるか心配ですが <laughs>、はい、ウニ野郎のウォーリーを探せと某あかねさんの「おい言うな言うな」<laughs> ウォーリーを隠せのコーナー水のあ,ーあそこが洪水注意報のコーナー楽しみにしています頑張れガナハコさて前置きはこのくらいにしていや長さようや 去年はお世話になりました。今年もパーソナリティの皆さんと諸句にとってそこそこいい年になるよう祈っています。ということで仕事がクソ忙しいのでこの辺で今年もよろしくお願いします。9ぐしかしの俺でした。かっこ渦巻きパン。パン僕も大好き渦巻きパン。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。途中で、ね、ちょっと。 プーキーにツッコミを任したんですけど、言いたくなったんでちょっと気持ちはいですよ、大丈夫ですよ。いやー、ありがとうございますね。ありがとうございます。僕のこの話をしないっていうのは、給付しかしの俺さん絶対読んだよな。まあそれはみんなが思ってる。いや、コンパクトでしょ。いやこれだけコンパクトじゃないから。無駄が多い。ああ、そっか。俺、たまにお前が喋ってる時、街中歩いてる人数えて100人行ったことある。100人行ったことある。100名あやったなっつって。 手っぱっ,<ー>ってお前見たらなんか「えリア,か <laughs> リアクションちょうだい」みたいな顔リアクションちょうだい話終わったからリアクションちょうだいみたいな話した時あるからまあ自分の目標面白い話をするね <うん S 1> まあまあ今のところ達成できてるでしょ。 なん, <laughs> なんで終わり間際にこんな空気にさせるの？こい <laughs> <laughs> さあイズさん告知の方があるみたいで、あはい。はい。一、はいえー、月今月ですね。二十七日二十八日に、えー、少年王ミュージカル少年王という舞台がありましてこちらに出演させていただきます。<ー>はい。場所が浦添市手ダ大ホールテダ大ホールの方ですね。いねはい。チケット大人千五百円高校生以下八百円となっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。詳細等はですね、えー、私の。 sns ではいコメントくださいよろしくお願いしまーすぜひよろしくお願いします,すはいですね新年からお仕事ということではい、はい、あいいね先ほどのあだ名<け>あだ名じゃニックネームままはいくださいましたあー、えー考えてなかったんかいえ,かっ,かいえっと 仕事を置くタイプの女だこああ本当に <laughs> 仕事後回しにする女だよ,だよ夏休みの宿題この夏休み明けてもやってこいようつってそのままやらず自然消滅させる方だなは、うん、あそう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 どこで天井上がってるのいや俺と一緒やしや。<laughs> まあまあ、来来週あのまとめて考えてますのでいや、なんでよや、そんな引っ張ることじゃないよやそんな楽しみにしてよや結構あれ、みんな結構考えてやってるんだよちゃんと考えるのが必要なのじゃあ、そのりょうけんさんが言った5名考えてきてくださいねはい、まちこまりましたよろしくお願いしますというわで差し入れなどもいろいろメインもありがとうございましありがとうございましたよろしくお願いしますお願いします本日のお相手はすっとこどっこい蕎麦賞とすっとこどっこプーキーと劇団音声小屋瑞でしたありがとうございましたまた次回お会いしましょう良いお年を 私もよろしく